あらみさん、こんにちは。それでは今回なんですけども、aupay の使い方を徹底解説、a u ウォレットのアプリの登録からチャージまでということで、今回は昨日動画でもお伝えした aupay が au ユーザー以外にも使えるようになりましたということでしたので、早速僕も登録、そしてチャージを行ってみたので、実写の動画を交えながら解説をしていこうと思います。 それでは早速登録方法からなんですけども僕は iPhone ユーザーなので App Store からすでにアプリをインストール済みです。で aupay というアプリではなくて a u ウォレットというアプリが必要なので、ここは間違いないようにお気をつけください。それでは早速なんですけども、まず、丸1番のアプリをインストールしたら、僕はソフトバンクユーザーなので、ここの下の部分の auid 新規登録、カッスマートフォンの方をタップですね。そして、丸2番、メールアドレスを入力して確認メール送信をタップ。そうすると、届いたメールの中に確認コードがあるので、確認コードを入力して次、へをタップですね。次に、お名前や生年月日を入力して、利用規約に同意して新規登録。 をタップで次に AU ウォレットのトップ画面に戻るので、先ほど登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインをタップですね。そして、規約を読んで同意するをタップ。次、丸7番なんですけども、ここで、丸7番は基本的には2段階認証の画面が表示されます。なので、ここで届いたショートメールなどを確認コードを入力したりして進んで、ここの OK をタップして、それで丸8番で登録が完了ということですね。 そしてここからはチャージについてなんですが一応 au ウォレットのチャージ方法としていくつかありまして例えば自分銀行クレジットカードポイントセブン銀行 ATM などがありまして僕は今回セブン銀行 ATM でチャージをしていきましたそして実際のチャージしてきた映像がこちらですね画面をご覧の上お手続きください ということでセブン銀行 ATM でのチャージ方法でしためちゃくちゃ簡単でご覧の通りしっかりと1000円がチャージされていますねここまでの登録からチャージを行っての注意点なんですが2つありまして まず一つ目っていうのは、二段階認証する際の SMS、いわゆるショートメールの受信が少し遅いということなんですよね。まあ多分たまたまかと思うんですけども、なかなかちょっと来なくてですね、まあ一、二分待ってやっと届いたかなっていう感じだったんですよね。まあしかも僕の場合、再送というのを何回も押したんで、何回も何回もショートメールが届いたので、もし二段階認証登録する際は、ショートメールを送ってみたらちょっとだけ待ってみてください。 そして二つ目は、住所入力の際に、英数字や記号を入力するときは全角ということで、これ登録するときに全然進まなくて、よく見たらバンチなどが半角だったので、それを全角にしたら登録ができたので、登録がうまく進まないなっていうふうに思ったときは、そこもチェックしてみるといいと思います。まあ、そんなこんなで今回は aupay の登録からチャージまでの解説をしました。まあ、僕が登録するときは混み合ってたのかわかりませんが、なんだか auwallet のアプリ自体がちょっと重かった印象でしたね。まあたまたまだと思う ですけども、まあ、またどこかのタイミングで実際に a u p イを使ってみて、まあ、その時の感想も含めてまた動画にしてみたいと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました